どうもこんばんは、千里です。ということで今回からね、パワプロ2022で大正義巨人軍を復活する物語やっていきたいと思います。さあ、大正義巨人軍2022開幕来ましたね。もう中日たちよ、道を分けろっつってもう巨人軍が先に行くからっつってね。お疲れ様でした。9回89球12奪三振1被安打1四球完敗です。今まで大正義巨人軍のパート1って、まあ、大正義を復活させるつってもね、現実優勝してるからもう大正義でしょうみたいなくだりがあったんだけど、今年はもう大正義じゃないからね。おお、大勢さんね、このまま抑えて規制つけたいんですけど、ただ回復いいなのかな、ちょっと厳しいのかな大勢。さあ、巧みにボールを返し冷静に仕留めるドラフト3位はとてもこのさ説明文で合ってるような能力ではなかったのだが、本当今作のセーフティーじゃね、内野安打多いよな。重すぎる。概念に引きずり込もうぜ。あ、相手監督試合じゃない。お、勝算ないバッチ、ないバッチ。もう、ね、仕掛けるエンドラン、もうそれしかない。ないバッチ、よし帰ってこい。勝算いった、よしよっしゃー。ヤクルト強いわ今。巨人さ、貯金借金ゼロなのよ。でも良くも悪くもないってラインなんだけど、ただ4月の13日にさ7ゲーム差つく状態ではないわけよ普通は。なんでこんなゲーム差つかれてるんですか。15勝1敗なんですよ。あの現実の阪神がね、確か1勝15敗ぐらいしてた気がするんだけど、その真逆言ってるわけよね。まあ現実の阪神の真逆って考えたら、それはもうズバ抜けてるよ上に。お、アッキー出るんじゃない。はっ、すごっ、何今の弾道。とんでもない弾道、え、こんな弾道で入るんだ。え、驚き。前作は中田さんいなかったんだよね。あ、ウォーカー何してんの。ウォーカー何してんの。え、ちょっとリプレイ見ていいですか。今ゲップしてたんだけど、ゲップしてる間にウォーカーが、何これ。でもクッション処理完璧なんだよな。うまっ、ウォーカーうまくね。ウォーカーうまくて笑っちゃったんだけど、めっちゃ。翔さんどうしよう。スクイズ頼む、翔さんスクイズ決めてくれ。あー危ない。コバ俺信じてるわ。コバ頼む、俺信じてる。小林コバ俺信じてた。中田翔がバント失敗して小林がサヨナラ決めるって誰が信じるかな。8回無失点ぐらいで行くのか2点台ね。あ、ケインじゃない、ケインじゃない、何してんの。意味わからない、意味がわからない。今ケインは今アホなことしたな。謎のケインからの失点しちゃってバカだな俺、本当にごめん。体勢を喫するぞ、ここで決するぞ。使ってくるか、大丈夫、体勢なら抑える。よし、ラッキー。俺が阪神の立場だったらぶち切れてるけどな、一球に一発逆転で内角どん詰まったら。いや、ここはあえて俺体勢引っ張るわ。よし、え、ファースト、いや後ろ、後ろ、まあしょうがない、そこはしょうがない。 OK、 あと一人だ。守備能力低いからしょうがない、キロさんはね。まあこれ一発しようか。まあ2連続で、よし、首位攻防戦がやってきた。8ゲーム差のね、もうヤクルトが強すぎるわ。全然ゲーム差縮まんなくて、まああの5試合前に8ゲーム差だったんですよヤクルトと。で5連勝したんだよね。5連勝したのに8ゲーム差なんですよね。意味わかる。ヤクルト負けてないんですよ。あの OPS がすごい、見てこのチーム OPS。 あ、今村さん、あー強いわ首位ヤクルト、強すぎるって。 OK、 あ、もうこっちは完璧よ。あれ、これ芸術点ない。おお、場外、先生芸術点加点されません。これ絶好調ホームランですよ。完璧ホームランじゃん。これ加点式あってもいいんじゃないかなと思って。加点はないの。お、岡本を蹴って、ゴロ製ばっかだな。もしかして大瀬良さんってゴロピーなの。
はい、出た。よし、勝った。あれ、OK。もう打ち込んでるわ。また上下。お、行った。行ったわ。素晴らしい。素晴らしい。いいね。いや、もう淡々とやってたけど、素晴らしいな。松本龍也さんからスリーランホームラン。いいね。さあ、ということで勝ちました。もう最高クラスのシッティングでしたね、今日はね。大瀬良さんと松本さんから見事打ち込むことができてよかったです。打ちました。菅野さんなんかいい当たりな気がしなくもない。よし、マジか。数少ない宮城さんより年下の選手だからね。さあ、足さんが試されている、可能性はある。あ、また足立さんに飛んじゃった。さあ、どうする。9回ツーアウト。おお。だが残念、完璧なピッチング、かわいそう。はい、ということで、なんか何かを思い出すけどね、何かを思い出すところ、西武ドームで、これはメルセデス、すげえ。97球、これ次の回もいけるな。次の回も行こう。待って、残酷、危ない。ここでホームラン当たれたら残酷もいいところだろう、さすがに。残酷。二度とあってはいけないですね。防御率、直樹、はい、素晴らしい。勝った。さあ、3試合で1得点。よし、よかった、よかった。またあれか、奥川さんの時と同じで完封阻止弾か、完封阻止タイムリー、またホームランか。あー、で、セカンド今日広岡さんやる気満々なんだけど F なんだよな。あー、ちょっと厳しいっすよね。若様セカンドにしてみる。守備いいだけど、守備のセカンドって俺やる感じしかしねえんだよな。投球いいだし、でもやるしかないな。若重いわ。若重い。若めっちゃ重いわ、やっぱりダメだわこれ絶対若様やばいって。ほらー。狙われてるよ、狙われてますね、これ若様狙われてる、絶対狙われてる。頑張れ、もう直樹さんいない以上頑張るしかねえんだよ。トレードしましたね。もうオペナやってたら一度ぐらいトレードしたいなと思ってたんだけどね、ついに実現してね。まあ、結構な大型トレードなんですけど、外野手の石川さんを放出して広島から高橋さんを取りました。サファーボール来い。あー、ダメか。でもと、おー、めっちゃ飛ぶじゃん。え、入るの、え、入るの。芯に当たった描写ないのに、今なかったよね、芯に当たった描写。嘘、初めて見た、芯に当たった描写ないのに地方球場以外で入るの。マジ、最前列に持ってった。ストン、あ、同点。インコース投げちゃった。本当に俺ポランコに期待してるんだ、頼む、俺打ってほしい。素晴らしい、これが助っ人、これが助っ人です。皆さん覚えておきましょう。頑張れ、トラさん。嘘、そっちに弾いちゃったか、使ってきたか、大丈夫、なる。あ、よかった。俺なんかこうワンアウト前、中日戦でさ、タイミング間違えちゃったから一回ちょっと間開けたけど、そこで使われちゃったかっていう。そこで打たれるかね、そこで打たれるかね。1年目以外だとさ、基本的に架空選手を送り込まれるからね。まあ、今回石川慎吾さんと高橋光也さんだったので、ね、もうコメントでも面白いコメントがありまして、ね、こんな感じのね、もう本当にギャグセンスあふれたコメントでした、感動したもん。 OK、 いや、これはいかないんじゃないか。おっしゃー、ウォーカーナイス、パワーあるね。お、サード行ってる、すげえ、神宮でスリーベース出た。初めて見た、神宮のスリーベース。対空時間長すぎ、内俊哉。すごい。
いいねいいね。でもバリエーション増えたな、こう見るとね、前作と違う、前作よりもね。いい、オッケーオッケー、ウォーカー頑張ったな。まーっしゃ、うまい、これが吉川尚輝。はい、ということで首位攻防戦ですね。もう逆転優勝を目指す巨人はね、最後の望みをかけこの一戦に挑むわけなんですけど、よし、さあ頼むよ大野さん、続投かい。大野さんにセンター返しやめてね。これはどうする、 OK、 素晴らしい、いいね。小林さんにしててよかったね。完璧に小林さんの肩で決めたね、岡本さんもだけど。いやー、ノーアウトまでやっぱ戸根さんすごいわ、素晴らしいと思う。小林さんのすごいな、もう浮き上がってましたね。お、小林さんのいい、あれかファインプレー扱いか。さあということでね、最終戦やっていきましょうかね。オースティン4番にいるね。でこちらは打順こんな感じです。もう若手です、ザ若手。さあ70登板です。大勢さん70登板です、おめでとうございます。今日71登板目ですかね、まあ、前回投げたか分かんないけど70登板達成です、おめでとう。まあ70登板もしてたらね、27だっけ、あれ数字が分からなくなってきてる。え、あ、やばい、いった、待てやめろやめろ、あー、ピッチャーにはダメだろう。 OK、 あー、夢破れる。はい、ということでヤクルトスワローズさん、おめでとうございます。順位表なんだけど、もうこれもうズバ抜けてるチームがあるからね、ヤクルトね。高えよな、9億は9億は高い。でも1億2000万しかないから、あ、12億しかない、1億2000万はまずいな。あ、でも今年本当にあれだね、ピッチャーが強い枠の人多いかな。おお、なるほど、よし、千賀さん行こう。千賀さん獲得交渉してかな、1年6億、1年6億で来ないんだったらもうちょっと、お前高い、お、来るのもしかして来た、1年6億でいいんすか、マジか。